こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日お誕生日でした。おめでとうございます。はい、今日無課金サバーカー芝居の丸やっていこうと思います。昨日ね、放送をお付き合いくださりありがとうございました。22時45分ぐらいからかな、23時前から約4時間ぐらい、3時間半かな、お付き合いくださりありがとうございました。平日のね、もう夜同時になるね、本当にありがとうございます。たくさんの方にね、アドバイス等々いただいてね、ほんまに純粋なパズル力勝負だけなんで、だけの難談で、それになんかやっと皆さんのその言うてはる意味が分かったみたいな、なんか新たなね、ちょっとこれはね、うまくなる予感がせんこともないということで。で、今日やっていくのはですね、タイトルとサムネ見てもらったら多分分かると思うんですけど、クエスト15やっていこうと思います。それもね、リーダーこちらで言ってます。はい。先住チャレンジ、先住の称号を取った、もう、芝居沼りが誇る今はね、私は最強のパーティーで行こうと思ってるんで、それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね、リーダーの名前が分かんないですよ。僕、点数で詳しくないんで。はい。それではご紹介しましょう。リーダーのミリムナーバですね。はい。深呼吸癖、陰のカゴにスケッチを2つ、リーダー全体性1つ。あと、これは、虫柱の通行の武器使っており、つけております。はい。変身時に、2段の間、ダメージ上限値が96で、盤面76マスで、その後がね、もう、自分の攻撃力が2倍と。はい。で、ダメージ上限値が126。で、火、闇、回復を、急攻撃生成で、シールド破壊と。なっています。で、リラスケがね、闇火回復と同時攻撃でダメージを 80% 軽減、攻撃力が55倍、4コンボ加算、固定500万ダメージ、闇属性の回復が 1.5 倍となっております。で、こちらが、はい、ゴブタをプロデュースですね。ゴブタをプロデュースに超覚醒全パラ強化、アシストの光線剤にスケルちゃん2つ。一瞬にしてこっちの狙いは見つけ見られたかが、クロロをね、ハンターハンターコラボのクロロをリーダーにしてクリアした、コーシャンをクリアしたらゲットできる武器ですね。スキル2つと、お邪魔と、チーム HP 補ってます。あと、ゴブタプロデュースのスキルが、軽減力と全ドロ強化。で、そのね、うまくはまれば、消せないと覚醒無効も回復できるということですね。で、こちら、ラックスクライン&エターナルですね。はい。超覚醒全般強化にスキル2つ、アシストの光線剤に打球武器つけております。チーム HP と、テープ、ドロ強と指と。あとはもうステータスの盛り、回復力2倍つかかるんですけど、ラス自体の回復力がもう本当にすごいんで、はい。どこ努力をついてるし、はい。もうあんまりいいかなと思って入れております。で、こちらがシオンですね。シオンに超覚醒全パラ強化、スキルブーストプラスプラスにスキル値が2つ。で、明瞭ではっきりとしたサウンド。前回ね、暗闇耐性は捨ててたんで、捨ててたというか、戦時チャレンジ挑むになったって暗闇耐性いらんかったのかな。で、いらんかったんで、で、あとはその上限の分もしっかり軽く出してもらおうと、7コンボ強化プラスできる、暗闇耐性の暗闇もプラスできる、発電強化、2人組のコラボの武器つけてます。で、こちらがベニマルですね。ベニマルに小学生全パラ強化、スキル値の2つにスキルブーストプラスプラスと、8にセレコードプラスのミル武器ですね。これでチーム HP 回復。雲、指、スケブと、あとサンターヘイスと補ってます。で、こちらがフレームさんのミリムナーバーなんですが、光属性軽減プラスにスキッチを2つ、HP プラスを2つに、シンクロ覚醒が陰の加護ですね。はい。で、こちらが何だっけ、なんかちょっと忘れたんですけど、多分テンサーの武器ですね。はい。で、バッチは HP プラスです。もう本番テンスラバッチが欲しかったんですけどね。ないんで。しゃあないですね。はい、1回負けました。はい。ちょっとあれはですね、覚醒無効消せない解除が来ちゃったんで、はい、来ちゃったって感じですね。はい、それでは、最高。ゴブタプロデュースをね、ちょっと置いとこうかなと思ってます。はい。覚醒無効、あまり盾を張らなくてもいいタイミングで張っちゃったんで、はい。で、ここでちょっと威嚇しまして、防御陣形を整えるとして、力だけでもダメなんです。で、ミリムナーバミリムナーバを使いまして、今度は私が見せてやろうって、こっちはラックスを使ってね、軽い方。ここであんま使う、そんな多分戦場にね、その柔らかいと思うんで、あ、ちょっと回復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 、危ない。あ、光も火になってるし。闇火回復よね。うん、オッケーオッケー。
はいはい。で、クローズって言って、同期吸収が大丈夫と。はい、OK。で、次が、あ、ランダムなんや、ここ。僕さっきやった時全然違ったんですけどね。よし、じゃあ、オンメダーして、はい、OK。で、はいはいはい、はい、オッケー、オッケー。でも僕あれですわ、最近一番得意な特殊、加点系 TG やわ。よし、オッケー。じゃああれかな、ゴブタをプロデュース大丈夫なのかな、使って。あと3ターンなんですよね、重いだけでも力だけでもダメなんですが。で、消えろ、ゴブフレア、ゴブフレア。で、ここ行きたいでしょ、はい、OK。 はい、で、これで、はい、あー、危ねえけど、ちょっと闇だけでも手付きまったらいいかな。ルーレットもあと2ターンということで、はい。で、14ターンで、14ターン。ここなんですよね。ここで、吸い消せない来たんですよね。ここ一回耐えようかな、ちょっと。はい、軽減倍率的に多分1ターンぐらい全然ドローってことないと思うんですよね。オッケーオッケー。で、ここから、ゴブタープロジェクトして。はい、で、何的に出るかな。はいはい。はい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 。よっし。そう、僕ね、ちょっと、その買い物っていうか、日用品買いに行っただけなんですけど、そのおしゃれな買い物とかじゃないんですけど、汗っていうか、なんかもう、バテバテですわ、ほんま。はい、やっぱね、これ、ごめんなさい、ちょっと、喉乾いた。やっぱあれって言おうと思ったら。力だけでもダメなんだって、はい。ここでね、さっきね、もう闇消せんくて、流暢に喋ってたらなんかもう終わっちゃって、とりあえず変換しとこうかみたいになったらね。はい、これでいいでしょう。オッケー、よし。オッケー。で、転身の盾、あ、無効貫通ね。はい、はい。こっちの方がね、僕ね、そのどっちで行こうか悩んだんですよね。腰丸の高速。はい、大丈夫、大丈夫。リールやとね、無効貫通をね、スキルで使わんと僕ちょっとまだその、キャラが足りてないんで、どっちかというとね、完成度が高いのが、こちらの、こんな感じやとね、こちらの方なんで。パズルの完成度はどんな感じでも変わんないですけどね。オッケー。よっしゃ、6分は、シェンフー。シェフシェフ平安風シェフ。闇属性吸収ちょっといただけないですね。無風シェフ。オッケーオッケー。じゃあここ、はい。種割りしましょうか。種割れってほんまガンダムシードのね、専門用語なんですけどね。略語みたいな感じなんですけどね。よし、オッケー。ね、これで、キングオードの輝き、あ、ケイゴン、ギャウギャウ並みになる、楽天入ってますね。ドラゴン伸ばして、はい。はいはい。はい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 。はい、オッケー。オッケー、ちゃうがな、闇の T 字が。これがやったらあれよね。全然見える、出るんよね、闇って。だって裏千住切る、あれからこの前の動画で僕ね、裏千住言ったんですけど、新千住ですね。例えばあれですね、その、また称号チャレンジが来るみたいで、はい。僕結構称号チャレンジは好きなんですけど、ただマジでね、最近ちょっとランダム配信とかもしてるんで、なるべくね、その、
小チャレンジ1周目ぐらいと、だんだん話してて、家族とかに僕もカツカツなるんで、はい。カツカツやぞ、なるんで、はい。これは何やったっけ、朝これ指奪いね、もう捨ててるんですよ。指輪千住。3週間ちゃう、3ターンちゃう。3色なんで、いろいろ間違ってるね。3ターンぐらいやから、もうなんとかなるかなと思って。ちょ、3色やから、なんとかなると思って。最後に全然言えてへんっていうね、最後まで。よし、クイー。で、ここで、ゴブタをプロデューサー溜まるんで、あ、そうなんや。持続性ダメージ効いて、これ、裏三振どこだったっけ、裏三振かな、これ、モチーフ。アラックスも溜まってるんで、使ってみましょうか。防御陣形と共にして、一応もう種割れも種割れっていうか、弾頭基準。これ弾頭気流打てたんですけど、弾頭基準でしたね。正しくは。はい。訂正して、終わり申し上げますか。こういう消し方でも全然ね、もう延々かかってるんで、ベニマルの。いけると思うんですけどね。いけるよね。よしよし。OK。んで、はい。で、これよりさ、欠勤です。あ、使わんでよかったパターンか。マジか。あ、どんどんだな、しとこうか、一応。いやー、すんでよかったんね、そもそも。え？どこに来る？色で混ざってる？遠い城さんか。いや、色違ったっけ？え？遠い城さんにあれしたっけ？忘れたな、ちょっと。消えろ。なんだかんだ言ってね、テンスラー。あんま知らん割に使ってるっていうね。はい。これなんか回復ここに置いとくとかしませんでしたね。これ協力プレイとか。で、あれか、吸収力が実装される前か、それは。じゃあ、ドラゴンロバーして、で、弾頭基準して、はい。はい、OK。よっしゃー、肩も変えてきたんやけど、喋りすぎて。はい、OK。よっしゃー。で、11フロアですね。はい。あー、これ覚醒無効やったっけ。あー、覚醒無効ですね。はい、OK。じゃあ、ラックスクライン使って。力だけを長めにして。エルフローンして。はい、OK。で、これが何？闇か。先に指定色組みまして、なうわ、これ T2 個詰めたんちゃう、3個か、 3T でもあかん、あった、ルーレット、あー、おっしゃ、はい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 、これでいいかも。よし。OK。ホップあれやね。リムル強え。全力でいくよ。スイッチブースト。ありがちんで、大丈夫？また覚醒無効？あ、でも、ゴブタがあと1点やから、ここ耐えればワンチャン？あれ、これ。軽減もついてるし、これで、いや、これ無理な、意味ないんやったっけ？次、ちょっとあれやな。早めの終わりしてほしいかな。OK！ 耐えれる！具合が。ドンブスをして、はい。で、マグンの出して。これワンチャン、ワンチャンっていうかね、なんかこの、気持ち僕、だいぶね、ここラックス入れんの当たりやと思ってるんですけどね。まあ、このアカウントはまあ、課金アカウントで、その中途半端にそのキャラがたまたま揃ったっていうのもあるんですけど、理想とは多分違うと思うんですけど、こんなのでね、硬いと思う。はい、OK。で、大魔女の守り。はい、はい。ちょっと水、サンダーブースト。ウェイ、ありがとう。ハードインパクト。あー、ちょっと待って、これ上溜まっちゃう？
べたまと何やったっけ、虫柱の通行たまってもあんま意味ないんで、ドラゴンノバラで使っとくか。で、上が8ターンか。オッケーオッケー。はいはいはい。はいはい、結構ね、芝居でもなんか、木をてらい人気すぎなんですけど、最近ね。ちょっと、今回はね、最高の力で、早めに終わらそう。早めのパズルを通していこうと思ってから。止めたいんや。よっしゃ。で、クロスをクリアして、なんか俳句みたいになりましたね、今。早めに終わらそう、早めのパブロン。そんなことないか。よし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 。早めに、というか最高の力で終わらせんと、尺が長いっていうね、僕いつも。クエストとか。はい、オッケー。で、ここ、ラックス使いまして、力だけでもダメなのです。して、はい。で、ドラゴンオーバーして、大丈夫かな、覚醒無効。でも、その、ある程度の耐久力は兼ね備えてるんで、最悪ね、その消せないは優先して、消してあげて、解除してあげて、何も T 決めませんでした。決めませんでしたよね。消せない時はね、もう絶対見つかないとダメなんだよね。危ないんだよ。よし。で、13フロアと、はい。イール6。どこのオマージュ？どこのオマージュこれ。ちょっとわかんないですよ、僕。ボルフィアして。どっちも3ターン。あ、違う。ボルタープロデュースが3ターンなんで。はい。オッケー。すごいね。ビューイン行くね、やっぱり。で、14フロア、はい。マジか。あと2ターン。神々の守り。多分消せない。これ、裏闘技やった感じだったら、おそらく消せないは来なかったと思うんですが、でも仲良くされてるかな。どうなんでしょうね。あ、そっか、あれか。あれが意味なかったんで、覚醒無効ぐらいだったら多分大変。いや、ちょっと待って。ボブちゃん消されてるからやばいか？うわ。あと一旦ね。ちょっと待ってよ。んで。この感じのダメージやっぱ耐えれるんやけどな。おー、そう。オッケー。じゃあ。ゲミスをして、はい、オッケー。ルミナルがね、ちょっとあれですね。回復エルジでも解除できるんですよね、確か。よし。はい。オッケー。よっしゃ、これラクス使おうかな、どうしようかな。色はあるし、あ、闇メタね、一旦稼げるけど、回復があればよかったな、もんなお。十字はどなたかお持ちですかね。十字はね、多分ね、持ってらっしゃらなかったと思うんで、はい、オッケー。本当に、チコンボだけし、いや、ちょっとなんかのためにロック解除しようか。はい。よし。で、ベニマルが使えないんですが、ドラゴン伸ばして、多分大丈夫なんですよね、これ。はいはい。ここで D 決めていこう。よし。もう、D 決めたらよかったか。T 字消しだけで回復全然ありっすね。はい、OK。いや、ただ色があるかどうか。いや、これ闇カーリーか、危ないか。闇カーリー危ないか。ああ、弱体化か。うーわー。いや、これでいけるか。で、
ヤンがね、もうほんまあったら、ヤンがあったら多分いけるんで、全然。よし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 、ベニマル復活。はい、OK。オッケーオッケー、こんだけ網代わり削れれば大丈夫でしょ。デバフね、はいはい、あ、デバフと指祝い、あ、指祝いか、デバフと指祝いか。ドラゴンノーマ回復させんと、これあ、律儀に律儀に回復が L 字になってたんで大丈夫。これ発狂不満、発狂不満、デバフやか不満か。よしよし、危ない危ない危ない。プラーナ、はい、ここでデバフ奪い返しましょうか。ウルフレアで闇、火火、闇闇、これだけ火か。じゃあこう持ってこれで、これで多分一旦だけなんで、なんとかなると。チャクラが開いてくる。フートン螺旋手裏剣。僕最近ナルトのなんか、ナルトちょっと読んでるんで、また。グヌラサーナ、はい。バサラガーヤ、はい。あ、これ種割れの試合がありますね。どうしようかな。いや、2枚いいか。ゴンドガーして。一回割っとくか。よし、種割れって僕は勝手に名付けてるだけなんですけどね。はい、あぶねえ、さ、指割れてるの焦った、また焦った、また焦った、バカバカだれ。はい、これ多分ね、覚醒無効とかあれかな、覚醒無効解除とかのタイミングいろいろありそうなの。覚醒無効ちゃうわ、超根性のタイミングなんかありそうなんで、はい、とりあえずこれで指言われてもね、ほんまね、この3色やったらね、なんとかなるっていうのがありがたいっすね。よっしゃ、でマージャーとなんとか、あー、やっぱりかなんかアシストかかされたか、無効貫通だね、はい、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で、ここで、自分伸ばしといて、軽減も張ってるし、覚醒無効来るんかな、これ。どうなんやろ。いやー、ちょっと怖いな。覚醒無効はさすがに使うの怖いんで。ミスった思ったでしょ、今。落とし狙ってたんです。よしよし、ここでこうへんかったらもう、オッケーオッケーオッケー、全然大丈夫全然大丈夫全然大丈夫。ただ闇を増やしちゃうのはちょっと怖いけど、ちょっと待ってや、闇が欲しかったんですが、待って、もう全然あかん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 、全然アシスト動く、解除できない、全然解除できない、全然解除できない、全然解除できないけど、はいはい、 OK 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 OK、 さすがの耐久力で、ドラゴンノバどうしても、あれですね、これ時間とあかんから、これ火ね、うん、これでいけるでしょう。いや、ちょっと待って、覚醒、あ、そうか、向こう貫通の時にこれしたから大丈夫か。オッケー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 。じゃあ、はい。ジキジンして。メロ、ドリフレアして。あ、ごめん、闇足りひんかった、全然。せめて火の向こう貫通するんだと。よし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 。で、あとはラックスが、なんでも、特性向こうとかもできるし。指あれやね、指怖いんですけど、
OK、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9からね、いっちゃおうか。あ、それまた指奪われてるんやった。忘れた、あぶねー。指奪われ、忘れるやつ。よし、OK。あ、光になった、ついでに。やった、じゃあここで、切りましょうか。しかも、律儀にね、全部回復が闇暗闇っていうことで、はい。これはわかりやすい。盛大に繋がってしまうというね、大悟さんですが、おそらくこれでいったんじゃないかな。ちょっと待って、危ない。そうか、これああいうの使っておいてよかった。危ねえ。じゃあ一応経験貼っときます。で、防御陣形整えるっすよ。伸ばして、もうなんか最大全部エフェクト出しましょう。力だけでもダメなんですよ。陣、よしよしよし、はい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 、よし。これでなんかもうちょっと最後不細工ですけど、もっと綺麗に決めたかったですけど、これで、はい、合格した。さあ、今回始まりましたね。よし、ちょっと動画見ます。はい、動画見てきました。はい、4月のクエストダンジョンね、実は残りもまだ余ってるんですが、13、12、11、10、なんかあれですね、なんか変な編成でやってみようかな、一回、この芝居の前でも。なんかね、いつも15変な編成でクリアしてるんですけど、今回はね、初めて、クエスト15、芝居の前が誇る、なんかその、一番今、環境と言われるんですか、なんかあんまり僕はそういう言い方あまり好ましくないと思ってるんですけど、個人的に僕あまり使わないんですけどね、はい、そういったキャラでちょっとね15全力でぶつかっていったという感じでございました。はい、それで今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ動画の評価や、よろしければチャンネル登録や動画の評価をよろしくお願いいたします。あと動画の感想もね、本当にいろいろお待ちしております。どっちがいいですかね、芝居丸、毎回芝居丸最高の戦力で15行くか、ちょっとへんてこな芝居丸でも行くかって。尺もね、30分尺になっちゃうんでね、結局今回もなっちゃったんですけどね。はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。ぜひコメントお待ちしております。じゃあね。